問題。傾聴の目的は、私の考えを相手の方に受け入れていただくことです。傾聴の主な目的は3つです。1つ目に、相手をより一層理解することです。そして2つ目が、相手とより良い関係を築くことです。そして3つ目に、相手の気持ちを楽にすることです。決して自分の考えを押し付けることではありません。